ルートビヒバン・ベートーベン・フランツ・シューベルト・ピオトル、チャイコフスキー・ジャン・シベリウス作曲家は、音楽作品を創作する人のことであり、特にそれを職業とする人を指す。日本語で作曲者というと、サウンドクリエイターなど、それより広い意味を持つことがある。古くは作曲家と演奏家の区別がなかったこともあり、民族音楽では、伝承に基づいた音楽形態を即興を交えて演奏する形が、 普通で作曲家の成立する余地はない。職業としての作曲家について、欧州ではもともと作曲家は、宮廷のためにイベントや観光総裁のための音楽家として雇われていた。その宮廷の中で曲を作り、演奏、または指揮をこなし活動していた。作曲家家自身が作曲だけで養っていくようになったのは、宮廷政治が崩壊の後、コンサートが、 市民など行われるようになり、そこに自分の楽譜を売り込んだり、自分のリサイタルを開催し、入場料などを徴収し自立していくようになる。日本のポピュラー音楽においては、歌手が自分が歌う曲を自分で作曲する場合が多く、あるが、そのような歌手はシンガーソングライターと呼ばれる場合が多く、作曲家と呼ばれることは稀である。通常自分では歌うことをせず、 自作曲を他人に提供することを主に行う音楽家のみを作曲家と呼ぶ。声楽曲においてはメロディーのみを作成する作曲家、楽曲にピアノやギターなどの伴奏をつけて仕上げる作編曲家、オーケストラ編曲まで手がける作編曲家、DTM ソフトを使ってデジタルデータとして仕上げる作編曲家などスタイルは様々ある。 作曲家の印税は、日本音楽著作権協会の使用料規定により、CD の場合は、売上げの6%、ライブの場合は、売上げの5%が、著作権使用料としてレコード会社や、コンサート主催者から徴収され、これらを契約に応じて作詞か、音楽出版社と分配する。日本作曲家協会の正会員となるには、正会員2名の推薦を受け、 理事会所定の申し込み書を理事長に提出し、理事会の承認を受ける手続きを経る。公益社団法人日本作曲家協会定官、p に2 0 1 6年11月19日閲覧。ありがとうございます。